どうもこんにちは、羽原ひろこと申します。今日は、落語を一席やらせていただければなと思います。いやもう本当、まあ、コロナ大変ですね。いやうちもですね、2歳の子供がおりまして、まあ、当然のようにですね、保育園も当院自粛になりまして、で、まあ、朝から晩までですね、ママママママって言いながら家の中を荒らし回ってしまいまして、本当にまあ大変なんですけれども、まあ落語の世界にもですね、お子さんの出てくるお話というのはたくさんございますが、落語に出てくるお子さんというのはこましゃくれていると、相場は決まっているようでございまして、おいおか、羽織取ってくれ。羽織なんだい、騒がしいね。新しい羽織をこしらえたからって用もないのに羽織を着ちゃ表へ出たがるんだから。用もねえのに羽織を着て表へ出るやつがいるかってんだ。用があるのよ。今日は天気もいいかな。羽織をパッと着てすっと天神様に行こうと思ってんだ。天神様、そういや今日は初天神じゃないか。ねえお前さん、うちの金坊も連れてってやっておくれよ。え？うちの金坊も連れてってやっておくれよ。金坊、金坊は勘弁してもらいたいね。勘弁してもらいたいかって、あら自分の子だよ。自分の子だから勘弁してもらいてんだよ。いやあいつはな、表へ出るとあれ買ってくれ、これ買ってくれ、あれ買ってくれ、これ買ってくれって、まあ言うことを聞きゃしね。いや羽織早く出せってんだ。あいつはこういうのすぐ嗅ぎつけるんだから。いや早く羽織出せってんだ。いやあいつが帰ってきた。帰ってきたね。当たった。ただいま。おお金坊。おめえ、表行って遊んでこい。もう遊んできちまった。おい、じゃあもう一遍遊んでこい。もう遊んできちまったんだよ。それよりさ、お父っつぁん、羽織なんか着てどこ行くんだい。ああ、お父っつぁんな、今日はこれから怖え顔したおじさんたちが集まってるところに行って仕事の話をしてくんだ。嘘だ。お父ちゃん嘘ついたってダメだよ。すぐわかるんだから。もう長い付き合いなんだからさ。ねえお父ちゃん、天神様に行くんだろ。ねえお父ちゃん、あたいも連れてっておくれよ。いやダメだダメだ、おめえ表へ出ればすぐにあれ買ってくれこれ買ってくれって言うじゃねえか。今日は絶対ダメ。ねえお父ちゃん、あたいも天神様連れてっておくれよ。ダメだダメだ、連れて行かねえ。ねえお父ちゃん、連れてっておくれよ。ねえおっかさんも何とか言っておくれよ。あんた連れてってやんなよ。やだよ、置いてかれちゃ家の中でぐすられても困るじゃないか。ねえお前さ、連れてってやんなよ。連れてっておくれよ。連れてってやんなよ。連れてっておくれよ。連れてってやんなよ。あーもううるさいな。分かった分かった、いいか金坊、おめえ表出てあれ買ってくれこれ買ってくれったら容赦しねえぞ。いいかい金坊、お父っつぁんもこう言ってんだから、あんたあれ買ってくれこれ買ってくれって言ったらカバンの中おっぱり込まれちまうよ。しょうがねえな。金坊、歩け歩け。ああ、まいったな。これもうおっかが悪いんだ。さっさと羽織出してきゃこんなことになんないんだ。いいか金坊、おめえな、あれ買ってくれこれ買ってくれって言ったら顔の中おっぱり込んでもらうからな。いいもん、あたい泳げるもん。泳げたってダメだ。川の中なら怖え顔したカッパがいて、おめえなんか頭からバリ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 って全部食われちまうんだからな。お父ちゃん、お父ちゃん、先生がね、カッパなんてのは空想上の生き物だからこの世には存在しないって言ってたよ。お父ちゃんはまだカッパの存在信じてるんだね。お父ちゃんってあどけないね。まったくな、まあいいけどよ。ほら歩け歩け、だんだん人も出てきた。お父ちゃん、人がたくさんいるね。ああ人はたくさんいるな。お父ちゃん、人もたくさんいるけどお店もたくさん出てきたね。そうだな、お店もたくさん出てきたな。ねえお父ちゃん、今日はあたいあれ買ってくれこれ買ってくれって言わないだろ。ああ今日はあれ買ってくれこれ買ってくれって言わねえな。ねえ
あれ買ってくれこれ買ってくれって言わないからさ、いい子だろ。おお、いい子だな。今日グレーいい子だったらおめえを連れてもっと表へ出てやるんだがな。ねえお父さん、あたいさ、あれ買ってくれこれ買ってくれって言わなくっていい子だろ。いい子だからさ、ご褒美に何か買っとくれ。腹出てきやがった。今日はおめえ男と男の約束で買わねえっつっただろ。男と男の約束でさ、あれ買ってくれこれ買ってくれって言ってないだろう。だからご褒美に何か買っとくれよ。あ、団子屋だね、団子一本買っとくれよ。ダメだダメだ、今日は買わねえっつってんだろ。お父さん、団子買っとくれ、団子一本団子。うるせえな、今日は買わねえっつったら買わねえんだよ。一本団子一本団子買っとくれ。いや、お前誰に言ってんだ。いやみんなこっち見て指さして笑ってんじゃないか。おい、やめろ。買う。おい団子屋、へい、なんでしょう。お前なんでこんなところに店出してんだ。いや、いつも出しておりますが。いつも出してるなら今日出さなくたっていいだろう。はあ、手前どもも飽きないがございまして。お前、いや団子一本くれ。あんこか蜜か。あんなもんあんこに決まってんだろ。蜜なんか食わして、着物汚してみろ。おっかにえらい怒られんだよ。こいつだけじゃないよ、俺まで並んで怒られんだから。あんこ蜜がいい。あ、蜜。おいおめえ、これなんだこの蜜。なんか水みたい。まったく、けしからんな。お父さんが水全部だ。分かった、お父さんが何とかやってたから、ちょっと待ってろ。おい、団子屋、へい、なんでしょう。おめえ、この壺何入ってんだ。あ、蜜、ほんとだ。あ、これちょうどいいわ、ちょっぽん。ちょっと困りますよ、そういうことされちゃ。ああ、すまんない。あ、金棒。お父さん、なかなか頭がいいね。こりゃいけないね。おっかさんに怒られちゃう。ねえ、おいちゃん、その壺の中で何入ってん。いや、もう困りますよ。さあ、行った。いや、早く行かねえと天神様に怒られちまうな。天神様怒んないよ、優しいからさ。もういいんだよ、早く行くぞ。あ、タコ買ってほしい。さっき団子買ったばっかじゃないか。あ、買わねえ、タコなんか買わねえ。分かった。お前タコ、1個タコくれ。お前落とすんじゃねえぞこれ。タコあげたい。お前こんなところでタコあげてるようなバカなんか。おー、あげてやんな。あっちの広場であげてやらなんのか。しょうがねえな、今日はおめえに付き合ってやる。やあちゃん、タコあげんぞ。よし、落とさねえようにな、ここに紐をくくってたな。おい下がれ、金棒、もっと下がれ、奥だ。おい、下がれ。おい、ああ下がれ。おい、糸がたるんでる。おい、下がれ、もっとだ、もっと奥だ、もっと。あ、金棒、ちょっと待って、そのまま上げたら木の枝が出てやがるからな。おい、もっとこっちだ。お父さん、こっち。いやだからそっちだったらもっと引っかかる。おい、ちょっとこっちだって。なあ、お父さんは、あ、こっちだから、こっちだって。ああそうだよ。ああもうそのまま下がっとけ。ああ風も吹いてきたな。よし、金坊、いいか、お父っつぁんが火の負の実っつったら
でパッと話せ、いくぞ。ひのふのみ、おい話せ。あいや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 、あいいないいないの、おいしょ、あい、ほら上がった上がった、タコ上がったぞ。あいいな、あいやい、あお父っつぁんタコあげるの上手だね。あそうかそうか、まあお父っつぁんも子供の頃から何度もあげてるからな。あいやい、ねねお父っつぁん、あたいにもタコ持たせてくれよ。あもうちょっとちゃんと風受けて止まったら渡してやる。あいやい、もうちょっと糸買っときゃよかったな。あいやいや、お父っつぁん、タコ、あたいにも貸しとくれよ。ああ、ああ、わかったわかった。あいやい、あとちょっとな。あいやい、ねえ、お父っつぁん、タコ、あたいに貸しとくれよ。あ？こんなもんは子供のやるもんじゃねえよ。おい黙ってろ。なんだい、こんなことならお父さんなんか連れてこなきゃよかった。